ましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ということで、はい、弟子のね、松田奈美さんが今度いらっしゃいますんで、はい、ちょっと師匠にお話を聞いておこうかなと思いまして、はいはい、ちなみに、はい、この間なんかトークショーが山小屋であって、はいはい、その控え室の動画とかで見ました？ご覧になりました？あ、なんもなんもねえみたいなやつですよね。見ましたよ。見たというか本人から LINE が来ました。 LINE 来ました、はい、送ってきたんですか？なんか そこのスクショかなんか送られてきた気がしますね、はい。マジでないって言ってんの？あ、そう、マジでない、はい。いや、でもマジであるって感じでしたけどね。マジであるって感じ。めちゃくちゃ伝えてるつもりだったんですけどね、はい、伝わってないっていうのは悲しい話。あの動画でもまあありましたように、車をね、こすってからトークショーに来たりとか、まあ、散々ちょっと大きなやらかしをしてるらしいんですけど。そうですね、はい、なんかあるらしいですね、最近の。そうですね、あれはそうですね、秋頃、秋、晩秋深まる頃、自分と荒木と松田でプロペラを叩きに行くみたいな時があって、はいはい、行く途中に、まあ、買い出しして昼ご飯なりなんか飲み物なりを買うためにコンビニに寄ったんですけど、で、まあ、普通に買い物して車に乗る前に何気なしに松田の足元見たら踏んでるんですよ。結構踏んでるし、両足踏んでるんですよ。両足、はい、僕もう大人になって、まあ大人というか36年生きてきて、はい、大人の女性が踏んだの初めて見たなと思って。もう相場は少年が踏むと。そうですね、はい、僕もまあ踏んだことあるんですけど、はい、僕でも片足でしたし。そうですね、はい、それは片足踏んだら分かりますよ、ね、そうなんですよ、片足踏んだら分かるんですよ。おそらく犬のなんでしょうけど、はい、普通片足踏むじゃないですか、はい、ここにしかないはずなんですよ。そうですね、普通は、はい、でも松田のすごいとこはキレの悪かったんでしょうね、犬も。ポンポンとポンポンと踏んだのをポンポンと小幅合わせて踏んで、結果両足踏んでたんで。そうですね、はい、いやちょっと引きましたけどね。はい、また踏んだ時に報告させてもらいます。わかりました、はい、お待ちしてますってのもどうかと思いますけど。そうですね、はいはい、こうやって言うことで、はい、あの未然に防いでいくという。そうですね、言っておくとやっぱこん言われちゃうんだって本人も。ああ、そうです、そうです、思うと思うので、はい、先にではないんですけど。どんどん報告していただくと、はい、気をつけなきゃなっていう、成長していって、はい、次は犬の〇がなくなるのかなって、はい、そうですね、まあ、がグレードアップしたりしたら嫌ですけど、ね、あ、いいっすね。これでいきます、ね、一応ね、大塚さんに前節話聞いて、はい、松田奈美のすごいところ、なんだ、すごすぎて引くって言ってます。ちょっと引いてる。え、本当ですか？うん、松田のすごいとこは歩幅合わせて踏んで。いや、ちょっと引きましたけどね。はい、え、嬉しい。え、だって、え、嘘ですか？いやいや、嘘じゃない、嘘じゃない、嘘は言ってない。自己紹介、久しぶりなんだね。あ、はい、久しぶりです。愛知中5院の何、松田です。お願いします。お願いします。前回ね、トークショーがあって、はい、それ以来ですね。はい、はい、で車ポスったりありましたけど、はい、あれから運転とかしました？あ、もうめちゃくちゃしてます。してます、はい、安全運転。あ、もうめちゃくちゃ安全運転。もう気をつけて運転してくださいね、はい、これからは、はい、はい、まだ年明けなんで、ちょっとね、年明けトークでもしようかなと思いますけど、運試しとかしました？いや、あ、でも、うん、初詣行って、おみくじ引いたりとかはしてないです。してない。今年の運勢はまだ占ってない。占ってないです。なるほど。え、おみくじとかあるんですか？ないですよ。じゃあ何なんですか？うつうつ気づくかなと思って、今までのトークの中で、はい、こう、忍ばせてはいたんですけど。今ですか？はい。何の話した？今まで。お年玉？違う違う違う。お年玉じゃない。初詣。初詣。おみくじ。はい。
運転の話と運試しの話とでしましたけど、ねえ、何それ、ね、何それ、運転と運試し、なんか、なんか思い当たることないですか？いや、なんかね、なんか言ってたんですよ。俺はもう勝ち側出たら、この話を絶対にしようと思ってるとか言って、そういうことですね。え、踏んだ話ですか？片足じゃないんですよね。あ、両足で、ぐっちゃぐちゃでした。どういうこと？両足で踏むってなかなかないと思うんですけど。知らなかったです。息急いで出ました。急いで、もう早くお見に行ったみたいな、行ってみたいな感じだった、はい、感じ合いました。いやだから、今日の動画は、はい、こうやらかしをするとね、そういう、言われるから勝ち側で言われて、みんなにバレちゃうからバラしてるじゃないですか。違う違う、バレちゃうから、今後気をつけてくださいねって、そういうことがあると、はい、大塚さんが言いに来るんですよ。じゃあ一ついいですか？じゃあ私も大塚さんのエピソードあります。私だけそんなやらかしたみたいな言ってますけど、あ、そうですね、なんか向こうも向こうで結構やらかすタイプで、はい、一緒にこう来る前歩くじゃないですか、はい、こう見て普通に会話してて、あれいないと思ってこうパッと見たら電車にこうやってぶつかって、あの歩けなくなってました。え、そんなことないですよ。向こうも向こうで結構やらかしてます。私だけそんな、まあじゃあ大阪さんがじゃあやらかしたら言いに来て。あ、わかりました。それも発表するから。わかりました。でも気をつけるのむずくないですか？いや、むずくないよ別に。自分も踏みたくて踏んでるわけじゃない。いや、誰も踏みたくて踏むことはないと思いますけど。あ、まあまあ、1年の抱負、1年の抱負、踏みません。今の冗談で、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、勝ち側のポーズも嫌な、なんか嫌な思い出しかないです。、まあ、最初のデビュー戦の私がよくおちょくられるんですよ、同期の2人。そうした時にちょっと樹脂ハンマーをこう持ってこうやって威嚇するっていう。でもみんなに覚えてもらったでしょ。覚えてもらったけど、うん、両手バージョンとか。両手バージョン、両手バージョン。どうやってみて。口側